らっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui?鈴鹿ということでですね、先週は皆さんに TGS アラマニア東京カフェを見ていただいたんですけども、まだ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 皆さんに見せたいものがあるので、今週は第2弾をお送りします。どうぞ。あちらに見えますのはコスパさんのショップです。コスパさんもね、かなりね人気高いショップなんですよ。いろんなねコスプレイなんだろう、コスプレ好きな人だけではなくて、やっぱりビデオゲームのキャラクター好きな人にはたまらないキャラグッズみたいなですね。これワゴン製、今ワゴン製でやってらっしゃいますね。もうね、あの東京カフェピンクですからね、ピンクを見たら食いつけ。見てください、こちらドラゴンボールの T シャツもありますね。はーい、ドラゴンボールベジータの戦闘服、これを着たらあなたもベジータ、私もベジータ、君もベジータ、お前もベジータワンピースの T シャツもあります。これ、あ、これですよ、これ端がね、これガシャーンってつけるやつ、私もこれつけて戦えばよかったですね、あれね。ということで、こっちほらラオウの、ほらね、ラオウ死んじゃったじゃないですか。ラオウ死んじゃったんですよ。そのラオウが死んじゃった記念の T シャツですね。あと、ただいま日本で大人気デトロイトメタルシティ、まだこれねフランスに入ってきてないんで、その作ると思いますの T シャツもありますね。劇場版も大人気、エヴァンゲリオンのアスカちゃんもいますね。なんとなんとあれですよ、東京ゲームショーというのはですね、家族で来ても楽しめます。お父さんは新しいゲームチェック、お母さんはお買い物、そして子供は何をしているかと言いますと、あちらに見えてまいりました。もうね、バルーン、あのねスライムのバルーンとかにね、もう惹かれて、何があるのかしら、楽しいぞ、楽しんじゃうぞ。入場は小学生以下と同伴者になります。さあ果たして私は入れるのでしょうか。入ってもいいかな、ちょっと行ってみましょう、東京カフェなんで。このままなんか今行きましょう。さあ、というわけでこちらがキッズコーナーに入り口になります。こんにちは、うん、わーい、もうワクワクしてきたぞよくわかんないけど子供がいっぱいだキッズコーナーでみんなたくさん遊んでます。ドラえもんのゲームもあります。あれ、なんか青いのが見える。青いのといえばドラえもん、ドラえもんがいるの、違う、ソニックがいます。ソニックが子供に愛想を振りまいています。私もちょっとソニックと握手したいと思います。ソニック、キャー、ソニックありがとうソニックでした。なんか大変なことが起きてます。あのね、こちらね、キッズコーナー、ゲームはこうやって遊べるのと、さっき仮面ライダーのショーもありましたが、それだけじゃないんです。あちらには縁日コーナーというのがあります。縁日っていうのは日本のお祭りのことで、子供たちが大好きなお祭りなんですよ。みんな見てください、ここに駄菓子っていうね、日本のトラディショナルのお菓子、しかもね安いんです。それがたくさん売ってますね、色とりどりで、本当にね可愛いお菓子がいっぱいなんですよ。あちらにはですね、ガチャガチャもあります。いろんなガチャガチャがあるんでね、猫 DS、 ニンテンドックスみたいな感じで、猫でなんと育成ができちゃうゲームですね。猫ですからね、ニンテンドックスの命が駆け寄ってきてるとかしません、猫ですもの。東京ゲームショー、デジタルなゲームだけじゃないんです、アナログのゲームも遊べます。ゲームシステムはとても簡単、投げた輪っかの中に商品が入ったらそれをもらうことができます。残念でした、なかなかアナログゲームも難しいぞ。
ということでですね、東京ゲームショーにはですね、たくさんのコスプレイヤーさんの皆さん方も集まっております。こちらでね、東京ゲームショー2007の撮影会が行われてたりもするんですけど、たくさんのプランドヘーグルがあります。例えばじゃあここにね、通路内では撮影しちゃいけないっていうね、ルールがあったりね、ここにね、ちゃんと注意、まあ気をつけてくださいっていうのが出てます。ということで、あと勝手にね、写真を撮ったりするのも NG なんです。ブブー、ダメなんです、ごめんなさい。という、なんかちゃんとね、肖像権とかいろいろあるんで、それを守ってみんなで楽しくコスプレを撮る人、コスプレをする人とルールを守って楽しくやりましょうということになっておりますね。皆さんね、あれですよ、勝手に写真を撮るこう並んで、自分の番が来るのを待って並んで撮影をしております。皆さんに悲しいお知らせがあります。2週にわたって続いてきた TGS アラマニア東京カフェなんですけれども、今週で本当に最後となりました。というわけで、みんな来年の TGS を期待しててください。ほぶれこんぶれ。